はいどうも、ワンソクチューブです。今回はお待たせしました、キャンピングカー特集第2弾。今回お届けするのはコルドバンクスというキャンピングカーですね。遊びに本気の大人たちというコンセプトに作られたそうで、サーフィンとかね、釣りとかスキーとか、そういったレジャーのベースキャンプとして使えるキャンピングカーになっているそうですよ。それでは早速見てみましょう。はい、今回はですね、またお邪魔してます、バンテックさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。この前もね、キャンピングカーの、取材させていただいたんですけど、はい、今回も心よく引き受けていただきまして、はい、広報の露木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日拝見するのはこちらの、はい、なんていうお車ですか？そうですね、これはコルドバンクスという車になります。はい、もう実はこれ4代目になるんですけれども、はい、3代目が実は10年ぐらい続いてまして、ずっと長い間かなり人気のある車で使われてました。前回ご案内したジルに比べて価格帯もかなり抑えられてますので、そうなんですね。うん、すごく使いやすい、そして値段的にも割と使いやすい車になってるかなと思います。じゃあちょっと早速拝見したいと思いますけども、はい、お願いします。はい、はい、じゃあここも開けていただければ。はい、じゃあちょっと開けてみましょう。開けると、おーおー、めっちゃ広、はい、めちゃ広、はい、あ、そんで奥にも扉があるってことは、さっき見てたあれが。そうなんです、そうなんです。で、ここにですね、電源が、おう、これ開けてみてもいいですか？どうぞ開けてみてください。あ、普通にコンセントと、あ、これがスチガーソケットみたいなやつですかね。はい、おう、これ実はね、冷蔵庫がですね、オプションなんですよ。おう、でもここに例えば冷蔵庫を置いておいて、100ボルトでも、まあ、12ボルトでも電気があるので、ここに冷蔵庫を置いて移動ができる。あ、なるほどなるほどなるほど、はい、ちょっと後で中で見るのもちょっと楽しみ。そうですね、ちょっと中見てみましょうね、後でね。あ、で上にストッパーがついてて、開けてもできるし、こっちも開きますし、この開口部はめっちゃ広いですね。でこれ下はね、ファンピアですよ。おお、ここも濡れても大丈夫。そうなんです。ここにこう水の抜けるやつもあるし。そうなんです。で本当に部屋につながってる感じですね。そうなんですよ。ちょっと後で楽しみです。はい、でさらに三面開口と、はい、このめちゃくちゃでかい扉が。そうなんです。ここ一番高さありますもんね。ああ、めっちゃ広。うん、で、あの通りこう、ま、下の、まあ、ここ本当は2段ベッドになってるんですけれども、はいはいはい、ベッドにもなるんですね。はい、これ全部外せるんですよ。もう立って移動ができるぐらい広いですよね。もうここが実は一つの部屋になる。おお、なるほど、うん、しかも床がね、濡れても大丈夫そうです、はい、これじゃあちょっと後で楽しみに、はい、じゃあ次、はい、内装内装行きましょうか。はい、はいはい、じゃあ次は、はい、ついに内装内装行きます。見せていただけるということで、はい、このドアなんですけど、このトヨタの純正の鍵で、はいはい、開くことができます。お、ここ開きます。ここはちゃんとオートで開くって。そうですね、素晴らしい。前と後ろと、まあ、連動してるんです。後ろだけ、そう、後ろだけ別のワイヤレスキーがあったりするケースがあるんですけど、これは一緒でいける。はい、一緒で、ね、素晴らしい。じゃあちょっと、はい、こう靴を脱いで、あ、はい、このドアの内側もまたいいですね。そうですね、こうまたちょっと建物探訪的な感じで、はい、いきますかね。じゃあ、はい、ここがまず物入れなんですけど、はいはいはい、あとここが目隠しの制度。おお、なるほどなるほど、うん、そしてまあこれね、引き戸、あ、網戸になると、素晴らしい。これでね、風も抜けれますもんね。夏とかだとね、夏場の涼しいところなんか行くと、エアコンなんかいらないようなっていう時はこんなの使ってるとすごくいいと思います。はい、ちょっと、はい、じゃあでは行ってみていいですか。じゃあ、はい、どうぞ。はい、じゃあワンソクチューブのキャンピングカー探訪はい、ワンソク、あ、失礼です、またもういいってじゃあ靴を脱いで、はい、お邪魔します。これなんかこう前のジルとかだとこう引き出してくるのがあったけど、これこのまま乗っちゃっていいですかね。はい、はい、で段があって、おーおー、広っ。またこの木目がね、いいっすよね。じゃあちょっとお邪魔しますと、これめっちゃ広いですね。あ、この前はあの後ろから入ったからまたね、家感みたいなのがありましたけど、ね、今回はこの真ん中が、うん、テーブルになっているという感じで、はい、あ、キッチンもでももうついてるんですね。キッチンも全部ついてます。じゃあ換気扇もついてるってことなんですね。換気扇もここにはついてないんですが、こっちの上の方に、と、あ、この上です。はい、この全部照明がもっとつきますね。
でこれももうガラスの蓋で、あ、またこう、はい、ね、あの畳むとテーブルにも使えると、はい、そうですね、素晴らしい、はい、そしてここが2段ベッドになって、今ちょっとマットが張ってる、はい、これをマットにはめる、2段ベッドになります。おお、はい、あ、本当だ、もう完全に寝れる、寝れるスペースで、ここも上も寝れる、はい、これ横何メーターぐらいあるんですかね、ちょっと寝てみてもいいですか、はい、あ、どうぞどうぞ寝てみてください。じゃあちょっと寝れるかどうかちょっと寝てみます。じゃあこれ乗っかっちゃって大丈夫ですか、はい、いいですよ。じゃあお邪魔します。お、よいしょ、お、高さも一応僕173ぐらいありますけども、座れないまでも、あの頭ぶつかんないぐらいの広さありますね。あ、ここにそんで照明があって、今、私完全に寝っ転がってますけども、余裕で頭つかないです。180センチぐらいまで余裕そうですね、これだったら、はい、そしてここに窓があって、お、開けるとバンテックさんの会社が見えますね。そしてこっちも窓があって、開けると私のマツダ3が見えるという感じになってますけど、これ結構開けたら明るいですね。両方開けるとさらに明るい。これ網戸とかにもまたなる感じですか？そうですね、上から網戸が出てきます。お、本当だ、これで換気もできるし光も取れるということで、本当昼寝するにもいいですね、これ。はい、余裕で寝れました。あ、そんでここのさっきのハッチがここにあるわけですね。はい。でしょ。余裕で寝れますね。そして足元めっちゃあったか。これがヒーターです。ここにヒーター、これ吹き出し口ですか？はい、あ、ここから出てるんだ。まあ、いろんなところから出てるんですけど。あ、この FF ヒーターって書いてありますね。ここも開く感じですよね。そこも開きます。開いて、え、こうか、そう、ね、おー、あ、なるほどなるほど、ここに、荷物も置けるし、はい、冷蔵庫もオプションでつけることもできると、はい、でここもこう蓋を閉めちゃえば、はい、あの見た目もすっきりで、本当に巣ごもり感のあるベッドって感じでいいですね。で2段になってるから、はい、上にもう一人寝れると、はい、あ、こういうところもちゃんとソフトパッドが当てられていて、はい、ちょっとした収納もあったり、はい、で上はここは照明が明るくていいですね、はい、おお、その上の、はい、気になりませんか、これ、はい、何でしょう、これはですね、ハンガー、あ、ハンガー、なるほど、ハンガーパイプなんですけど、ちょっと、はい、ベッドを外してみましょう、はい、そうするとここにですね、もう立ってここでもう移動できる、はい、めっちゃ広のスペースが、はい、そしてここに大きいものをかけれる、長いもの、例えばウェットスーツとか、あ、なるほど、そういったものもかけれたりとか、あとここが投げ石になってるんですね、はいはいはい、なんでハンガーここにかけたりとか、なるほど、はい、ここにもついてます。本当に今回その、ね、あの大人が遊ぶっていう風に、ね、コンセプトっておっしゃってましたけども、はい、こういう収納にいろいろ使える工夫が、うん、されているのがこちらの車と。そうですね。で、ここ開口も大きいので自転車も入りますし、はい、自転車。確かにここのハッチめっちゃ広いですもんね。はい、こうするとも完全に荷室になっていて、結構大きいロードバイクとかも詰めちゃう。はい、詰めちゃいますね。おお、それはちょっと最近ね、サイクリストの方はめっちゃ増えてるんで。そうですね。結構いいんじゃないんですかね、これは本当に。だからもう本当にその例えば自転車で山登りするにもちょっと着替えたりとか。するときはここで着替えたりとか、はいはいはい、あとこっちのお部屋で着替えたりとかして、で、山の下車止めといて用意どんで登って、なるほどなるほど、でまた帰ってきてまたここで片付けて自分があれしてっていうことができる。なるほど、はい、結構あの車の上にね自転車積んでる方もいますけど、ここだったら中に詰めちゃうと。そうですね、やっぱりね、なかなか今高価な自転車もたくさんあるんで、そう、盗まれちゃいますもんね。で外で積んで走るのもちょっと嫌ですもんね。うん、雨ざらしになっちゃうし、そういうのも考えると、まあ、こう車内であの防犯面もいいし、はい、あの着替えもできるしってことで、そうですね、そういうやっぱ本当ベースキャンプとしての使い方、はい、本当に楽しそうですね。そうですね。そしてここが、はい、閉まる、うん、ウォークスルーになってるのと、あと、まあ、ベッドしたまま例えばここにあの
ペットのトイレシートなんかも。ああ、なるほど。形状独特。確かにここあのちゃんと水洗いできるような形になってますもんね。はい、あ、そうしたらワンちゃんと一緒に。ワンちゃんたちと一緒にここあのワンちゃんたちの通用口にして二段ベッドにしておけば。なるほどなるほど。はい、一緒に寝れるし。一緒に寝れる。なるほど。っていうのもできますね。いろいろ使い方ありますね。あります。あとこちらが。あ、先ほどの外から見た。はい。あ、ここも中あったかい。はい、この中にも暖房の風が取り入れられてるってことですか。はい、下の方に。あ、本当だ。ここにありますね。あったかいあったかい。本当に着替えるにもできるし、ここにトイレを設置することもできるということですね。そうですね。はい。あとこの上は、うん、これがですね、物入れです。結構広いです、ね。結構大きいです。割と奥行きがあると思いますね。はい。なるほどなるほど。まああの例えばオプションで電子レンジってなると、ここに電子レンジ。あ、そこにつけられる。はい、なんか電源も取れるんですか。うん、あのここに隠してあるので。あ、そうなんですね。はい、ちゃんと仕込みがしてあります。もういろんなところに隠しておけるという。そうですね。そしてエアコンがここについていて、はい、うん、これもあの今サブバッテリー、サブバッテリーとインバーターがオプションなので、オプションでちょっとつけないとダメなんですが、オプションでインバーターとサブバッテリーつけるとジルみたいに止まってても電気ないところでもエアコンが使えます。なるほど。はい。じゃあ暖房はファンヒーターがそこについていて、で、ね、で夏はこちらで涼しいってことですね。はいはい、まあ外部の100ボルトをさっきの口からもらえばこのエアコンも。なるほどなるほど。うん、でここになんか収納ありますけど開けていいですか。はい、はい、どうぞ。よいしょ。あ、ここにちょっと物が置けるような感じですね。はい、ます。デッドスペースが本当にない。そして天井もやっぱ、はい、あのジルとかと同じように暖か素材というか、はい、温かみがある素材になってますね。はい、このジルに比べてちょっと照明も白っぽい明るい照明をわざと使ってますね。うん、やっぱ釣りとかここで、ね、仕掛けとか作るのに明るい方がいい。なるほどなるほど。はい、あっちは暖色系の、ねね、温かみのある感じでしたけど、はい、こっちはあの実用性重視の蛍光灯の白色系が多いんですね。はい、でここも開けられる感じですか。あ、開けれます。あ、ここも収納になってる感じですね。はい、結構広い、うん、しっかりと結構広いですね。はい、はい、ありがとうございます。ついてます。で、こう窓があってって感じですね。はい、大開口の。はい、あとキッチンなんですけどね。はい、キッチンこう押さえてて。お、なるほど。ちょっと作業場が広がる感じですね。はい、キッチンで何かをやるときにもちょっとこう置いたりとかできます。工夫がいろんなところにありますね。あと面白いのが、下の部分ちょっと分かりにくいんですけど、これなんだか分かりますか。なんか穴が開いてますけど、これなんかスイットも入ってますね。そうなんです。なんですか。これね、あのコロコロクリーナー入れです。なるほど。ここにコロコロクリーナーを、うん、これキャンピングカーコロコロクリーナー結構必要で、ここにこう挟んで手を入れて、こうなるほどな、あのコロコロを下に入れてです、ね、なるほど。はい、それはなかなか、そう、専用置き場っていうのはなかなかね珍しいですよね。コロコロクリーナー専用置き場ってなかなかないと思うんですそれをわざわざ専用で作ったってことですね。うん、あとここがですね、傘を入れる、傘とか杖を入れる、こうここに絵を乗っけて、あ、下に収めて、落ちないようにこう、はい、ストッパーになってるわけですね。そうですね。なるほど。で、ここに刺しておけばいい。はい、ここもなんかちょっとそうなんです。これがですね、はい、何かと言いますと、はい、何でしょう、ちょっと避けましょうか、僕じゃん。そうですね。実はここにちょっと背もたれみたいなのがついてるんです。はいはい。これがですね、なんと、お、お、また隠しそういうなんかギミックが、そうそう、何気ないところから出てきて、おお、ここに、はい、なるほどなるほど、はい、ここで閉まっておけば、ここでテーブル囲って、なるほどなるほど、はい、もう三方向から、はい、あの囲えるわけですね。はい、なるほど。シートもね、ビニールレザーわざと使ってます。はい、これあの雑巾がけとかもできるので、濡れても大丈夫ってことですね。はい、濡れたりとか汚れても掃除がしやすい。あ、なるほど。無駄がないスペースに、全く無駄がないですね。なんであそこにあれがついてるのかなと思ってたんですよね。そう、これ繋がるようになってるんですね。はい、これが、あ、なるほど、素晴らしい。あ、でここもなんか開く感じですか。そうなんです、ここも開きます。ここはあのガス、はいはいはい、はい、そこのガス台のガスを、あれ、これまたカセットコンロでいけるやつ。そうです、そうです、カセットコンロで、これね、あのコンビニで買えて、コンビニで買えちゃうやつ、あの火がつけられる。そう、これ本当便利ですよね。はい、なかなかね、電気ってやっぱり熱持たせるのが一番、うんうん、電気食べるので、ね、こっちも収納ですか。はい、それも収納です。
というか水タンクか。あ、水タンク、はい、で物もちょっと置ける感じですね。はい、そうですね。ほんと無駄がない。こっちも開きます。はい、そこも開きます。はい、そこも収納。お収納になってますね。はい、割と大きい3段の収納になってますね。はい、ここはあのオプションで冷蔵庫90リッター。あ、ここに冷蔵庫も入れることができますね。はい、じゃあ続きましてこちらの気になるあの、はい、メインのテーブルですけども、ここもなんか変形する感じですか。そうですね、ここもベッドになります。あ、ベッドになるんですね。うん、でまたこれがスポットパズルのように。おっと、はい、入った。いや広いわ。これもしっかり、これ寝ちゃっていいですか。じゃあ、はい、どうぞ。ちょっとじゃあ失礼して。はい、あ、全然頭つかないわ。足全然つかないですね。頭まで余裕ありますね、これは。はい、大人本当に普通に寝れますね。はい、寝れます。はい、ありがとうございます。はい、メインで寝る場所っていうのはここってことですか。うん、基本実はあのこれは常設ベッドなので、意外とこう実際これをやるためには上テーブルの上のものを片付けなきゃ。ああ、なるほど。でもどうしてもあの、ね、夜飲んだりすると片付けるのめんどくさいので、確かに、ここは実はあんまり使ってなくて、さっきの後ろの2段ベッドと、はい、あとこの運転席の上のバンクベッド、あ、ここにもベッドがあるわけですか。ここにベッドができるんですけど、ここで基本寝るっていう、そんなイメージですかね。ここもベッドになっちゃうんですね。はい、これもじゃあお願いしていいですか。じゃあ、はい、はい、おー、どうぞ乗ってみてください。下からちゃんとある。はい、じゃあ失礼しちゃいます。はい、あ、めっちゃ広いな。おー、広。ここ2人ぐらい余裕で寝れますよね。そうですね、一応ここ就寝定員2人です。あ、広いわ。そして全然足もつかずに寝れますね、これだと。立てても横でも寝れます。確かに。で、またここに窓があって、その窓がすごくいいんですよね、キャンプ場とかだと。で、ここであのまたイメージ映像を入れときますけど、ま、湖が見えたりとかするわけですね。そうです、そうです。あとあのキャンプしてる人たちもね、はい、で網戸も入ると。あ、なるほどなるほど。それもね、夜見るとまたね綺麗ですよね。そう、綺麗です、綺麗です。反対側にもある感じですか。反対側にも窓があると。で、このスポットライト多分、はいはい、2段ベッドのところにもついてたんですけど、はい、そう、ライトのスポットライトの下のはいはい、ここですか。はい、 USB の電源がついてる。あ、本当だ。ここで充電ができると。そう、枕元にどうしても携帯持っていくので。ですよね、はい、なのでもうちゃんと充電がそこでいる。いやー、素晴らしい。ビジネスホテル並みの快適性。これ反対側もですか。そうですね、反対側も。あ、2個じゃあこう、はい、2人充電できるわけですね、はい、ここで。いや、すごいな。毎回驚かされますね、これは。で、ここもこうあのカーテンが閉まって車高になるってことですね。あー、なるほどなるほど。いや、これは広いわ。はい、じゃあこちら、はい、気になるお値段なんですけれども、はい、おいくら万円でしょうか。はい、これまあ、あのいろいろグレードがあるんですけれども、ガソリンの、肉のタイプで586万円から。586万円からと、うん、はい、そうですね、はい、結構580万円だと普通ね、最近のSUV そのぐらいしちゃいますね。そうですね、多分アルファードとかもいいの買っちゃったら。そうですね、そのぐらいいっちゃいます、いっちゃいます。なんでまあその使い方と、まあその分ちょっといろいろ装備をつけてみたいな値段買ってくるんですけど、ね、詳しくはバッテリーの方を書いてよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。